トロント大学のロバーツ図書館に設置された学習用キャレルキャレルは主に研究、個人学習のために図書館の書庫、書家、閲覧室内などに設けられる個室、または個席のことである。もともとは読み書きや自習のために修道院に設けられる机付きの個室を示していた。個室だけに限定する場合は、クローズドキャレル、個席だけに限定する場合は、 オープンキャレルというが、日本においては、単にキャレルといえば、オープンキャレルを指すこともたびたびある。キャレルで使われる机は、キャレルデスク、またはキャレルテーブルという。主として、専門図書館や大学図書館、日本でいうところの都道府県立図書館相当の図書館に設置されることが多い。現代のキャレルは、照明が完備され、コンピュータを使うためのネットワーク環境が、 整えられていることもある。クローズドキャレルでは、図書館員が利用状況を確認できるように、小窓かガラス入りドアが採用されている。利用方法は予約制を取る場合が多い。一時的に席を立つ時のために、鍵がかけられるようになっているものもある。プライバシーのため、キャレルデスクには、前方と両側面の3方向、または前方のみに、間仕切りが立てられている。 3方向に、間仕切りが立っているキャレルは、プライバシー確保の度合いが高く、側面に、間仕切りが立てられていないキャレルでは利用者に開放的な印象を与える。そこまで高いプライバシーを求めていない利用者からは、校舎の方が好まれる。キャレルデスクを横に並べて設置する場合は、側面への間仕切りはほとんど必須となる。キャレルは、図書館において人気の席であり、 利用者がキャレルとそれ以外の座席の選択肢を与えられたとき、ほとんど毎回、キャレルを選ぶ傾向にある。前方の間仕切りは簡易的な書棚の役割を担うようにデザインされていることが多いが、書棚が付いていないキャレルデスクもあり、校舎のキャレルデスクは公共図書館に多く見られる。記面は長方形で、公共図書館のキャレルデスクは横約90センチメートル。 縦約6 0トルのものが一般的である。ペンシルベニア州立大学では9 2 5トル7 5トルの機面を持つキャレルデスクを採用しているが大きすぎるということはない。照明は初棚下部に備え付けられることが多い。キャレルデスクの新しい利用法としてコンピュータスペースが上げられる。注釈出展での表記は3フィート出展での 表記は2フィート出展。ありがとうございます。